昔婚約しかけた元彼家族との話だが10日、結婚の話をするために元彼の実家にご挨拶に行ったのだが、元彼の母、イカトメは、名門の長女だかで、ウトは入り婿。なので、トメに意見できる人は、誰一人いない様子だった。トメは、元彼には、どこぞのお嬢様だかと結婚して欲しかったのに、どうして私のような貧乏人を、連れてきたのか、私は、この家にはふさわしくない。と終始狂ったように怒っていた。そのうち、怒りの矛先は、私の家族に向けられた。父は、当時次の3月で、定年の会社員、母はパート従業員、姉は運輸会社の営業職。弟は、1年浪人した地元の公立大学の4年生だったのだが、貧乏人が、年金や退職金なんて大してもらえないんじゃないの？どうせ母親のパート代だけじゃ暮らせないから我が家にたかってきたんでしょ。トラックの運転手なんて猿以下中卒のたまり場じゃない。名前も聞いたこともないような三流大学留年じゃ就職も無理よね。など暴言の嵐。その間元彼は何も言葉を発しない。それだけでなく実家で同居していた父方の祖母に関しても止め、この人が亡くなれば、持参金の用意はできるわね、と言ってきやがった。その時、隣で空気だったウトが、嫁子さんのおばあさんが亡くなる必要ないよ。トメが亡くなれば、もっと、うちに金が入るんだから、と爆弾発言。トメが、婿養子の分際で、と発狂していると、すかさずウトは、何が猿以下だ三流大学だ。きちんとお勤めしているんだからすごいじゃないか。大学の一波なんて珍しい話でも何でもないし、公立大学を留年せずに卒業できたんだから十分だよ。それに引き換え元彼と言ったら、海外留学と偽って6回も留年して、教授のお情けで卒業して、家のつてでコネ入社。まあ続いてるからいいとして、姉ちゃんは仕事も探さず、ジャニーズだ韓流だの、あいつがつぎ込んだものを売った方がよっぽど金になるよ。以降、ウトの暴露が続き、その後その男とは別れることになった。ウトのおかげで、なんだかスカッとした。こんな問題抱えた男と結婚しなくてよかった。